3点は大状況を大阪はセスカンドス。こちらはセスカンドスさんはですね、セカンドスのセスカンドスの名前が出ました。今回の試合ではですね、投手ところを入れ替わりまして、ただいまより第2クォーター、ダウンはそのままセカンドダウンです。パスインコンプリート、パスは不成功。大阪ガススカンス、ランフェイクからパスを投じましたが、ゴールデンファイターズディフェンスバックの選手がよくレシーバーをカバーしていました。パスインコンプリート、パスは不成功。パスをカバーしていたのはディフェンスバック4番今井裕二選手。ダウンは進みまして、サードダウン、ファーストダウンをかけたところまでは12ヤード。ゴールデンファイターズファーストダウン。大阪ガススカンクス、ワイドレシーバー9番篠崎選手へのスクリーンパスが見事に成功。篠崎選手、前にいた壁をうまく使い、19ヤードのゲイン、ファーストダウンを獲得しています。自陣49ヤード付近よりファーストダウン点の攻撃。大阪ガススカンス、ランニングバック28番北川俊樹選手、中央プレー、ゲインは4ヤード。ランニングバック28番北川選手はベテランランニングバックで、大阪ガススカンスセカンドダウン。ぜひ注目していただきたいと思います。またもノーション11番、しかしファンブルしてしまった。さあ、ボールをファンブルしている模様です。どちらが抑えましたでしょうか。大阪ガスが抑えている模様です。大阪ガススカンクスが抑えことなきを得ております。ファンブルボールはフリーボールとなり、どちらのチームの選手が抑えても構いません。ディフェンスの選手が抑えますと攻撃権が入れ替わります。先ほどのファンブルにより大阪ガススタンスは2ヤードロス、後ろに下がっていきます。どちらを抑えてもいい状況。先ほどの場合大阪ガススタンスサードダウン、新たな攻撃権、ファーストダウンの獲得までは残り8ヤード。チームタイムアウト、大阪ガススタンス前半1回目。なので大阪ガススカンクスに前半1回目のタイムアウトの要求がありました。アメリカンフットボールでは各チーム前半に3回、後半に3回タイムアウトを要求することができます。タイムアウトは主に作戦の立て直しで使われますが、前半終了前、試合終了前などは時間を止めるためにあえて取ることもあります。タイムアウトの使い方で試合の流れが大きく変わることもあり、重要な3回となっています。場内放送にありましたね、タイムアウトの非常に重要な要素を示したんですが、例えばですね、反則しそうになっているゲームの時間が使ってはいけないタイミングで止めてしまうというようなことがありますので、まあ、タイムアウト使ってタイムアウトときまして、大阪ガススカンクスサードダウン8。タイムアウトときまして、サードダウン8、手前に3名いる状態でのショットが入りました。
アーク成功。さあファーストを取れたでしょうか。パス選手が11番、11番平田選手のパスが成功しています。しかしわずかにファーストランには至っていないようです。1ヤード残してプレスダウン。レシーバー A 選手だということですが、11番平田選手、ミドリーグで2年連続リーディングレシーバーを獲得しました。大阪ガススタンチをプレスダウン。そしてスターでギャンブルを選択。ギャンブルと言いますのは先ほどのように完投するのではなくデュレイを選択することをギャンブルと言います。青川選手サイドにファースト成功。さあファーストを取ったでしょうか。ファーストダウン。大阪ガススタンス新たな攻撃に4回を得ました。ゲイは2ヤード。大阪ガススタンス責任40ヤード付近よりファーストダウン点の攻撃。ショットガンフォーメーション2番2の体験からです。クォーターバックはまた18番岡選手に入っている。これはインターブレイスにビッグパイが出ました。パッシュインターセット。パッシュ交代。攻守交代。インターセットの発生による攻守交代になります。パスをインターセットしたのはゴールデンファイターディフェンスバック26番大賀哲也選手。攻撃点が入れ替わります。攻撃点はホワイトのユニフォームゴールデンファイターズ。ゴールデンファイターズ13番ワイドレシーバー山本博選手へのパスが成功しています。6ヤードほど前進しました。ゲームは6ヤード。ファーストダウン。クォーターバック10番吉村龍太郎選手パスを投じる構えから右からボールを持ちスクランブル。右サイドを駆け上がりファーストダウン。新たな攻撃権4回を得ています。攻撃権はゴールデンファイターズ。すでに30ヤード付近よりファーストダウン10。多少を気にした上でサイドを出たという頭を使ったプレーです。ゴールデンファイターズランニングバック91番森川博之選手ボールを持ちまして中央付近をつけました。タックルしたのはディフェンスライン56番吉田聡選手、13番ラインバッター安田俊樹選手。ゲインは2ヤード。セカンダー8。さあショットマンのフォーメーションから右ガーデン右サイドに動くようなモーション。モーションが来ました。パスキャッチ。パスインコンプリート。パスは惜しくも不成功。ゴールデンファイターズダウンが進みサードダウンとなります。ゴールデンファイターズ新球1番森川選手のパスが成功していますがファーストダウンには至っていません。フォースダウン。
MC タイムアウト。ウォーターブレイクを入れます。ウォーターブレイクになります。第2クォーターのウォーターブレイクを入れます。1クォーター12分になりますので、ちょうど半分の6分でウォーターブレイクが挟まります。のパウントで攻撃権を放棄しています。攻撃権を放棄していますが陣地は大きく挽回できています。攻撃権はイエローのユニフォーム大阪ガススタンス自陣40ヤード付近よりファーストダウン権。さあ大阪ガススタンス自陣40ヤード付近でファーストダウン。前半戦終了で残り5分44秒選手がジェットモーションそのままボールを持ってランに抜けていく抜けていく大阪ガススタンス、ワイドレシーバー11番平田義典選手モーションからボールを持ち中央付近を切り上がりました。ゲインは6ヤード6ヤードをゲインしております。ランプレーの場合は時間が進んでいきます。前半戦終了まで残り5分15秒を切りました。かなり振りが効いたプレーだったかと思います。スロープレーランニングバック9番篠崎俊弘選手中央プレーファーストダウン。新たな攻撃権4回を得ました。ゲインは13ヤード。篠崎選手ジャンパー、攻撃権は引き続きイエローのユニフォーム大阪ガススカンクス敵陣41ヤード付近よりファーストダウン点。そのままサイドライン大阪ガススタンス、コーナーバック10番、大園選手ランフェイクから右からボールを持ち右方向へ展開、3ヤードのゲイン。大阪ガススタンス、セカンドダウンショットワーフォーメーション。ゴールデンファイター92番ディフェンスライン坂上勇気選手キューミーサー。ゴールデンファイター92番坂上選手キューミーサーでした。さあ大阪ガススタンプスサードダウン9。大阪ガススタンプスサードダウンの攻撃、ファーストダウンまでは残り9ヤード。2番
バイツーでのショットフォーメーション。大川のモーションだと大川選手、しかし11番平田選手のスピードでパス成功。しかしファーストダウンには至りません。ゴヤードのゲイン。11番平田選手パスが成功しています。さあサードはフォローですね。ダウンは進みましてフォースダウン。残り2分43秒2秒というところです。大阪ラスカンテストシティワークの3点リードの状態を覆したところがありますね。ここはギャンブルを取らずに、スペシャルプレーになります。おっと、やはりスペシャルプレーを行った5番。トリックプレー、バントフォーメーションからパスを投じまして、パスを成功。ダンブルリカバーによりコース交代、ゴールデンファイターズパスダウン。パスは成功しましたが、激しいタックルに遭いボールをファンブル。そのファンブルしたボールを抑えたのはゴールデンファイターズ。攻撃権はゴールデンファイターズに移ります。シチュエーション的には限りなく、ああいったトリックプレーが行われるのかと思っていた状況でしたが、ここでタックル。ゴールデンファイターズランプレーを試みましたが、ここは大阪ガススタンクスディフェンスの集まりが早く7ヤードほどロス、後ろに下げています。ゴールデンファイターズセカンドダウン。前半終了まで残り1分40秒。スタンクスが抑えたという。ゴールデンファイターズランニングバック42番角田選手の中央プレー。チームタイムアウト。大阪ガススタンクス前半2回目。大阪ガススタンクスここで前半2回目のタイムアウト。大阪ガススタンクス前半2回目のタイムアウトを使います。これ以上時間を使われないように前半戦終了まで残り1分26秒。前半終了まで1分26秒。大阪ガスとしてはここをしっかり抑えて残りの時間を使いながら、3点もしくは勝ち点より逆転を狙いたいところなので、ここでタイムアウトを取りました。プレッシャープレッシャーロングロングロング。さあ、ここで先ほどまでランで時間を使っておりますし、1分以上のところに入っておりますので、これ以上に入っております。パスインコンプリート、パスは不成功。パスが失敗してますので、ゲームクロック、時間が止まっています。前半戦終了まで残り1分15秒。プレークロックは動いていますので、あと15秒ほどでプレーを始めないと反則になります。さあ、ゴールデンファイターズはもちろんパントのプレーション、
ットで攻守交代。ゴールデンファイターズ、ポスターの攻撃はパウントにより攻撃権を放棄。攻撃権はイエローのユニフォーム大阪ガススカンクスに移ります。大阪ガススカンクス敵陣47ヤード付近よりファーストダウン10。前半戦終了まで残り1分4秒。大阪ガススカンクスタイムアウトはあと1つです。場内放送がありましたと、タイムアウトは残り1回で試合時間残り1分4秒というところです。パスインコンプリート、パスは不成功。パス成功、太田選手ターゲットを探しておりました。ボールファイターズ57番、コオロギ選手、激しいラッシュ、パスを投じましたが、大阪ガススカンクスはパスインコンプリートです。ダウンが1つ進み、ブローは前のダウンの位置へ戻ります。そして時間は止まっています。パスが失敗ですので時間は止まっています。大阪ガススカンクス、セカンドダウン。さあ、またも手前に3枚のレシーバー、奥に1枚ショットダウン。クォーターバックがそのままに前を抜けていきました。さあ、パーソナルを取ったでしょうか。パーソナルを更新しています。パーソナルを取っている模様です。クォーターバック18番太田選手の強プレー、パーソナルを獲得。大阪ガススカンクス、ボールスパイク、あえてパスを失敗にして時間を止めます。ダウンは1つ消費しますが時間が止まります。前半戦終了まで残り43秒。先ほど、場内アナウンスがありましたとおり、先ほどのスパイクと言いました、あえてパスを失敗することで時間を止めるプレーです。まあ、タイムアウトは、残り1回ということで、あえてですね、スパイクワンプレー無駄にしてでも時間を止めようということで、さあ、セカンドダウンテン、パスゴー、フィールドラインでのパスが成功しておりますので時間が進みます。残り30秒。パスインコンプリート、サードダウンのパス失敗して残り16秒。パスが失敗していますので時間が止まっています。ダウンは進み、フォースダウン、フォースダウン6。ここで大阪ガススカンクス前半最後のタイムアウトを使い作戦を練り直します。前半戦終了で残り16秒。フォースダウンの攻撃、ファーストダウンまでは残り6ヤード、5ヤード。ここで大阪ガススカンクスはフィールドゴールを、フィールドゴールを狙う模様です。キックでゴールを通過すれば3点の獲得となります。これを決めれば届かず、キック失敗です。キックは不成功。フォースダウンでしたので、攻撃権はゴールデンファイターズに移ります。ゴールデンファイターズ自陣30ヤード付近。さ
一時30ヤード付近よりファーストダウン点の攻撃、前半戦終了まで残り10秒。あえて、時間を使うランプレー、もしくは10秒ギリギリ使い切って、ロングパスを狙ってタッチダウンを取るという形も考えられますが、やはりここはあえてランプレー、大阪ガスもですね、タイムアウトを使い切っておりますので、このまま時間流れてハーフタイムになります。前半終了です。ハーフタイム、ここで前半戦の終了です。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ 2020X2West 秋季交流戦、本日の第3試合、大阪ガススタントス対ゴールデンファイターズの試合は前半戦を終了しまして3対0、3対0でゴールデンファイターズがリードしています。